はい、皆さんこんばんにゃ。今日は令和新選組山本太郎さんが、12月5日ですね、大阪駅前で街頭記者会見それをされてたんですけど、まあ私ね、その現地に行かせていただいてて、でまあその現地報告というか、まあそこ現地で見ての私の感想っていうのをね、ちょっとシェアしたいかなと思います。でまずね、もう結論から言いますけど、まあ、このままじゃちょっとまたひっくり返れるのちゃうかなって正直思っちゃいました。うん。まあもちろんね、すごく熱のある記者会見でありまして、凱旋でありまして、いわゆるね、議席数っていうのは非常にこう伸びるとは思うんですけども、じゃあこれで今の政権ひっくり返るかなっていうと、どうなのっていうのがまだ正直思っちゃった次第であります。でもう一度繰り返しますけど、この日はね、ちょうど安富あゆみさんも来てて、その太郎さんだったり安富さんだったり、その支えてるスタッフさんだったりボランティアさんだったりで、寒い中ね、駆けつけていただいた支援者さんですよね。そういった人たちっていうのはみんな熱いんです。まあもうめっちゃ熱いなと思いました。うん。その熱気っていうのは非常に十分に感じたんですが、うん、なんでかっていうと、安富さんがね、まあ、ここに裂け目ができたとおっしゃってたと思うんですよね。で、その裂け目っていうのは、まあ、その裂け目以外の人から見たら、別世界なんですよね。そこって。日常じゃない、別世界。で、そういった別世界っていうのは、やっぱり、たまにね、山本太郎さんが、まあ、なんていうかな、評価として、まあ、役者やからな、みたいな、演じてるやん、あれ、みたいな、評価をされるんですけど、まあ、私自身、演じてるかどうかっていうね、その判断っていうのは私にはできないんですが、まあ、そういうふうなね、日常と違う、非日常を見た場合に、そういった演技じゃないかって思うのは、まあ、しょうがないかな、というのもちょっと思ったところでありまして、まあ、ただね、私自身のその実感として、あれ演技やったらもう大したもんですよっていうことで、僕自身としては本当に、彼自身、山本太郎さん自身が思ってらっしゃることを、そのままストレートにぶつけられているとは感じました。ただ、そんなに知らん人、この裂け目にいる人じゃない、裂け目以外から見た場合には、そういうふうな評価、そういうふうに捉えられても、まあ仕方がないかなとも、思ったところであります。じゃあ私自身その裂け目の中に入らずにどこにおったんかっていうと、まあこのね街頭記者会見で、まあ、YouTube にいろんな動画が上がってると思うんですね。公式の令和新選組さんの公式のやつ含めていろんな動画が上がってると思うんですけども、そこでは映らないところを僕は見に行きたかったんですよ。もちろんね、その生の山本太郎さんがどんな感じかっていうのも知りたかったし、その聴衆がどんな感じやったかっていうのも知りたかったんですけれども、それ以上にその YouTube では映らないところを見に行きたかったなっていうところがありまして、で、それは具体的にどういったところかっていうと、バックヤード、つまりステージの裏側ですよね。ステージの裏側だったりだとか、サポートスタッフさんがどんな感じなのかっていうのとか、まあその通りすがり、つまり、この街頭記者会見をわざわざ聞きに来た人じゃなくて、たまたまそこ通りがかった人、そういった人たちがどういうふうなリアクション、どういうふうなアクションをするのかっていうのをね、ちょっと見たかった、知りたかった、感じたかったっていうところなんですね。で、じゃあ具体的にどういった感じか、大阪のね、大阪駅前の、街頭記者会見がどういうふうなところでやってたかっていうと、まあ、JR 大阪駅のね、まあ、敷地内だと思うんですよね。で、まあ、ちょっとね、上下逆で、まあ、下が北側、こちらが南側になるんですけども、まあ、JR 大阪駅の、まあ、構内というか、敷地内で、で、まあ、ステージがあって、まあ、ここが道路なんですね。で、道路があるんですが、この道路っていうのがちょうど横断歩道とかが、なくて、もう完全にその、車の往来しかできない場所になっております。で、ただね、そこっていうのがちょうど上2階があって、2階に通路が
あって、まあまあ、温暖本道みたいな感じですよね。そんな感じでこの道路が渡れるという感じになってまして、で、ここっていうのが、まあ、ちょうどね、人が集まってたところが、このピンクのところなんですけど、ここっていうのは、そんなに人通りが多いところではないんですよね。っていうのが、今言ったように、この、1階のところは、こちらの JR 大阪駅から、この下のヨドバシカメラに渡れないんですよ。1階、こう、2階に上がって、2階の通路で、このヨドバシカメラの方に行ったりだとか、で、ちょうどこっち側に、阪急の梅田駅っていうのがあるんですけど、この JR 大阪から阪急の梅田に乗り換える場合には、ここの、エスカレーターがあって、エスカレーターで2階に上がって2階からこっちに行くというところで、このちょうどみんなが集まってたところ、ちょうどこのステージがあるところっていうのは、それほどこう人通りが多くない場所になっているんですね。まあ唯一あるのがこちらですね、市バス、大阪の市バスがあって、その市バスの降車場になってるんですね、ここが。で、そこのバスを降りられた人で、まあ、JR 大阪から、まあ、どっか乗るっていう場合には、ここをちょっと歩くという感じで、ここが若干あるかなっていうぐらいで、まあ、大阪はね、結構鉄道網が、緻密にあるので、バスの利用者っていうのは、さほど多くはないっていうのも、まあ、正直なところでございます。で、私自身が、見たかったっていうのは、このステージの裏側だったりだとか、まあ、この辺にね、スタッフさんがいらっしゃったりとかするんですけど、そういったところだったりだとか、このエスカレーター乗る人っていうのは、当然このステージっていうのは、まあ、何かやってるなっていうのは、確認できるので、このエスカレーターに乗る人が、まあ、どういうふうな言動、リアクションをするのか。そして、このね、ヨドバシカメラのこの2階だったりだとか、この1階からも、ちょうどこの道路を挟んでこうステージが見えるので、まあ、そういったところから、まあ、撮影しながら、その後ろをね通る人がどういうふうな言動をしているかっていうのをちょっと見てたっていう感じでございます。で、まあ、そういったね通りすがりの人の中のコメントの中で、私がちょっと覚えているのが、消費税廃止ってやばくないって言ってた女性の方だったりだとか、ちょうど先ほど説明したエスカレーターをね、ちょうど登ってるとこ時なんですけど、その時に虐待サバイバーの人がこうちょうど質問をしてる時あって、でやっぱりそういった虐待っていうのはすごいこう言葉として、強いので、そういったね何をやってるのか見たかったんでしょうね。でずっとこうエスカレーターを登りきった時に、まあ虐待サバイバー見えへんかったなっておっしゃってて、まあそういうふうな非常にこうライトな感じのリアクションだったんですよね。で、まあそういう人らがね、政治系のその YouTube を見るとしたら、まあいわゆるこうライトな和也さん、和也チャンネルだったりすると思うんですよね。で、そのライトっていうのはね、まあいわゆるそういった軽いとか、まあちょっと右寄りっていうようなライトでありまして、じゃあこの和也チャンネルでやってること言ってはることっていうのが、いわゆるザッツライトのライトかって言ったら、まああんまりそうでもないかなっていうのが僕の印象で、まあ最初の頃はね、ちょっと見てたりしたんですけど、まあ、ちょっとあれかなと思って僕はあんまり見てないものの、やっぱりね、登録者数とかっていうのはすごい多いし、再生回数もすごいので、まあ通りすがりの人とかっていうのは、まあ見るとしたら、政治系の YouTube を見るとしたら、まあこういうふうな和也チャンネルとかを見ている人なのかなって、まあ勝手にちょっと、ライトつながりで無理やりちょっと紹介したりしました。で、ちょうどね、その講演が終わった後とかに、その寄付をね、募ってらっしゃってて、で、まあそこにね、集まってた数っていうのが、やっぱりね、自民党議員さんやと、あれの10倍ぐらいの頭数をやっぱり揃えてます。で、金額も、まあ、だいたい一律2万円。2万円ぐらいのやつで、そうですね、大物議員さんとかやったら、まあ、1000人ぐらいから集めたりするんですよね。いやいや、お前自民党議員って、その街頭演説したかって、そんな大して来てないやないかって思われるかもしれないんですけれども、彼らはそんなところでは寄付を集めてないんですよね。まあ寄付というか、まあ政治資金といいますか。まあどこでやってるかって言ったら、まあいわゆるね、政治資金パーティーですよ。はい。パーティーですよ。で、それがね、
まあ、何々くんを励ます会とかっていうのであるので、ぜひね一度ねあなたの地元の自民党議員さんのお名前でスペース、政治資金収支報告書っていうのでググってもらったら、こういうのは結構公開されてます。なのでおそらく出てくると思うんですよね、うん、でその出てきた政治資金収支報告書の中のその収入の欄、収入の欄の方に何々くんを励ます会いくらっていうのがあると思うんです、うん、でそこがまあそういった政治資金パーティーで、ゲットした寄付ですよね、うん、で大体そのね、参加費っていうのは相場は2万円やと思います。うん、まあそれこれはねその土地土地によってちょっと違うかもしれないんですけども、大阪でまあ私の知ってる限りでは2万円が多いです。つまりその収入、まあ大物やったらね、2000何百万ってあるわけですよ。つまり1000人単位でその2万円出す支持者がいると。でじゃあなんでわざわざそんなんに2万円を出すのか。でまあ、ちなみにね言っとくけど、その励ます会にじゃあ2万円払った人が実際来るかって言ったら、まあそんなにも来ないんですよね、うん、ただその事前に振り込みとかはちゃんとしてて、でまあその当日はね何て言うかな、代理の人を立てたりだとか、その祝辞っていうか電報で終わらしたりだとか、もうそのままただお金だけを出してるだとか、まあいろんなケースがありますが、まあそういうふうにね結構お金をしっかり出すわけですよ。で、なんで出すかって言ったら、やっぱりそんだけね、メリットがあるわけなんですよね。うん。で、そのメリットっていうのは、出す本人だけじゃなくて、その出す本人は、まあ、あるグループっていうか、まあ、そこの業界の、なんていうかな、中ではまあまあ、の地位の人がいたりするわけなんですよね。つまり、例えば、政治資金、収支報告で何々くんを励ます会で2000万の収入があった人だとします。でその会費が2万円やったとします。そしたらその議員を支持する人が1000人か、つまりその収票力が1000票かって言ったらそうじゃないんですよね。そのお金を出す人の下にまたいろんな、まあ子分って言ったらあれかもしれないですけども、まあ例えば社員の人だったりだとか、関連会社だったりだとか、そういった関係性のある人がたくさんいるわけですよ。つまりその一人からおそらく10票20票って増えていく感じなんですよね。でそれぐらいのグループがまあ言うたら毎年このちなみに丸々くんを励ます会って毎年やってますからね。大阪の場合やったら、11月の末後半か12月の前半とかでやってるんですけど、その毎年毎年2万円を払うわけですよ。払えるわけですよ。払うメリットがあるわけですよ。うん。で、さっき言ったように、その人だけじゃなくて、その人の周りにそういうふうな関係する人がおるわけですから、そうですよね。まあ、少なく見積もっても、例えば、2000万のこの励ます会で収入があったら、まあ、1000人から振り込まれるわけで、まあ、少なく見積もってもそれかける5、5000票は、まあ、そこから集まるっていう。もちろんねここに来てない人も当然そこの 人っていうのは、まあ、そういうふうなパーティーができるぐらいやったら有力な人なんで、そのお金も集めることができるし、いろんなそのなんていうかな関係でその収票力もあったりするので、うん、でちなみにちょっとねこの後もまだいろんなちょっとあれを書いてて、とはいえもうね14分もなったんで、またちょっと一旦ここで切って、またこの続きは次の動画でちょっと喋りたいかなと思いますけど、まずね一回ねあなたの地元の自民党議員さんのお名前スペース政治資金収支報告書でその収支のその収入の欄、そこに何々くんを励ます会とか、まあちょっとね地方によったらこの会の名前は違うかもしれないけれども、そこのね収入の欄にいくら集まっているかっていうのを一度ね、見ていただければと思います。で僕たちは
そういった人たちを倒さないといけないよっていうことでね、まあ正直今のところやとまだ、そこにこう差っていうか差を感じちゃったなっていうのも正直なところでございました。ということでまたね、続きも収録しますんでまたご覧いただければと思います。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。